多分パソコン今電気をつけてるかも。OK、はい。この辺に住むといい経験になる。なぜなら、自分のアパートのドアの鍵を閉めないときもよくある。多分信用しすぎてるかもしれないけど、でもこれは平和。私が多分外国人に帰ってって思う人がいるかもしれないけど、でも平和。一緒に飲んだり、一緒に温泉行ったりとか、平和。そういうのを見ると、今の時代はね、戦争が多いんじゃないですか。アメリカは特にね、あっちこっち行っていつも戦争。それはちょっとアメリカの考えとか、米国間のあの、プレイで行くと、ただの通話じゃなくて、ただの負け主じゃなくて、他の友達も作れる。うん、その、ツアーに行くとね、相手のチャートフレンドリーにもなる。そういういい経験になって、ね、それはすごいいいなと思った。そのみんな同時に笑えて飲んで、うん、飲んでも、どういうのも宗教でも、ね、うん、いいな、平和。それは、うん、あとはその人数。すごい。一つの場所に何万人あるかよね。で、落ち込んでる人、一人もいなかった。ほとんどの多分探して見つからない。ここは楽しくないとか、みんなすごい。ね。うん。OK。そのメンバーはみんな、本当のメンバー。そこもいいと思った。うん。この道具とか、このホームページとしてね、いつか自分も、このメンバーみんなに、紹介できる。それを楽しみにしてほしい、ね。今はないけど、今入ると自分の他の人でも分かってくれば、ただ待つこと、ね、うん。今入った方がチャンス。これがちゃんと日本に来ると、ブームになると遅くなるかも。遅いかもしれませんね。まあ、完全に収入にならないとか、そういうことないけど、今入った方が、うん、で、そして窒息する。うん、で、その窒息するっていうことも話したいけど、二人のやり方は違うけど、でもしつこいことは大事。どうやって、まあ、今の会社の話か、もし、じゃないとビジネスの仕方、私のこの考え方とか、ちょっと、うん、会社としては、まあ、いい。何か聞きたいことありますか、うん、もっと話進めていいですか。ああ、ごめん、ごめん、これも見せてなかった。もう一つのページがある。もしかしたらみんな見てないかな。もし、その友達が、多分ビジネスはもうやる。前、ネットワークビジネス何度も話しかけてるけど、もう喧嘩するぐらいやってるやつなんかをする。だから、商品だけ、このテレビが、私は来た感動と、dreamtruth.com/refer。いつも自分で入力する必要がないと思っても、さっき見たビデオあったよね。これはただ商品を紹介する。で、ビデオも見れる。で、大体見せる。で、金額も説明できる。うん。金額のことも出るけど、ビジネスの話は全然ない。ということね。と、これも相手に、そのリンクを送って見てもらって、いいな、いいな。で、入るところ、ね、もし収入欲しいと思ったら、うん。それと自分のが無料になるようにそういう気になるならそういうことも教えられますよ。うん、やるともはやそのままでいいよ。うん、いつかアップデートしてもいいから。OK。
で、もう一つ言ったよね。この同じページ、この URL をこの最後の部分を消す。ただ、自分のホームページ、うちの場合は kitakami.dreamtrips.com ね。このページ見たことある？ないと思う。ない。あのね、北上、うちの席にあのする。ちょっとパスワードが入ってないから。うちの席のドリームチューブ .com は、千恵子さんだ。ね。OK。このページ。見たことないと思う、みんな。多分ないね。OK。これはそのドリームチューブを要約するページ。左側にドリームチューブ。こっち側は別の一般のトラベル。いい？ OK。ドリームチューブっていうものは何って何が違うのかね。ドリームチューブはあのツアーのはず、で、一般のツアーではない。すっごいいろいろ予定してくれてる。みんな泊まらないように、空港からホテルまで、ホテルから空港まで、その全部含まれる。でもちろんプラチナのレベルバンクに入るといろいろある。OK。じゃあ、これは、このドリームチューブを予約することは、メンバーがないと予約できない。しかし、この部分は、飛行機とかホテルが、メンバーじゃなくても予約できる。Okay? その友達が、もしよく日本の中でだけでも、あっちこっちビジネスでホテル予約したりとか、飛行機、じゃあ今度私のサービスを試してみませんかということね。相手がこのページに来るとホテルが東京に、まあ大阪、この大阪を入れるといろんな自動に手伝いが出てくるね。と一般の大阪、日本を選ぶ、okay? そしてチェックインとチェックアウトが28日チェックインして、そして動かないね。どうした？日本でやったからじゃない？僕は詳しく選ぶね。23から、29、そして大人2人が大人1人にしよう、で子供0、で検索、このいろんなホテルで。で、金額がもうちょっと高い、おしゃれなものがいいなら、これをちょっとこうやって高くなるね。例えば、これは2万6000円から、2万5000円からだいたい5万円。じゃあ、大阪ヒルトン。で、これは4スター。フォースターホテル。じゃあちょっと詳しく見たいと思うと、どれでしょう？こっち。でも詳しい。あら。詳しい。そしてそのホテルのキーポイントをいろいろ見せてくれたり、よく写真とか出るはず。
写真は1個しかないけど、うん、じゃあ別の、うん、じゃあこれは見つかる、これはいろんな素敵な絵が出てくるね、見つかるとだもんね、プールとか、ね、部屋とかね、いろいろ見せてくれる、うん、で、まあ、その部屋の いろんな部屋があるから、3万円から、30万円、うんうんまね、友達があのホテルに予約したいと思ったら、こっちに行ってもらってください。だいたいメンバーになりたくない人とか、ね、ビジネスやりたくない人は、それぐらいは多分やってくれる。ホテルをだから金額はそんなに変わらないから、うん、まあこの方が安いあかもしれません。OK、うん。で、これは、これ、こっち、ちょっと、ね、グリーンツーです。で、それはホテル。で、あとはあの飛行機とか、飛行機たまに乗る人いますか？いない？翔子さんもね。あ、バイトしてる。